はい、ももこちゃんこんにちは。こんにちは、こんばんはではありません。はい、はい、今日はですね、8月5日月曜日の今6時9分です。はい、行きましょうか。今先、はい、ラボに行ってきて。ノーサイドラボね、行ってきましたね。うん、今日はラボでどんなことしたん？ラボでは、水筒取りに行っただけ。あ、そうそう、水筒で忘れたんで取りに行ってきました。今水さん出てきてくれたな。猫ちゃん今はどこ行くんですか？奥田コロッケ、はい、奥田コロッケにコロッケを、こちゃんと晩飯のコロッケを買いに行きます。今とことこゆっくりゆっくり、俺より早く行ったかん、あかんあかんあかん、ゆっくりゆっくり、そんな早く行ったかん。そうそう、同じスピードで行って、足引きずらんようにね。こっちからか、うん、奥田コロッケを今から、奥田のコロッケ今から買いに行きます。久しぶりにね、メイボークで、最近ちょっとあんま歩けてないんでね。学校の時はな、これ使っていつも教室間移動したりとか、体育館行ったりとかしとったけど、でもな、生活介護行ってからはずっと車椅子で歩くことも少なくなったんでね、ちょっとたまにはこうやって歩かないと足弱ってきますんで、コロッケ買いに行こうかということで歩きで今向かっております。でもあれやな、うん、ここか、うん、かすみちゃんとこしか、そうやな、ひょうたんかな、奥田さん、ひょうたんも美味しいねんけど、ひょうたんな、ちょっと遠いねんな、車で行かなあかんねん、うん、奥田のコロッケやったら歩きで全然行けるから、うん、これはね、セカストに行くのと同じルートですね。小太郎美容院アメリカに行くと同じルートです。あ、こっち、もしこっち、もしこっち、危ないからこっち、もっとこっち来て、そっち自転車とか通るからもっとこっち来て。なんか障害物ありますよ。子供たちが食べ散らかしたお菓子のカスがありますんで。おお、クリア。まだほら、前までゴミあるで。踏まんようにね。踏まないようにね。おお、クリア。よし、次は、あー、まだ障害物があります。この U 字のポールがあります。これうまくかわしてください。ぶつかる。おー、どうだい、いけるか。いけましたな。ゆっくり行ってや。暑いな、こちゃん。長袖やけど、暑ないの？ちょっと暑いな。それで巻くとか。巻くとかで。先ほど雨降ったからな、よく蒸し暑いね。飯山さんが亡くなったから、うん、そうやん、飯山さんのコロッケ亡くなったからな。でも奥田さんとこのコロッケはな、飯山さんとこと同じ、もともと同じ味らしいで、あの音のっていうな、お肉屋さんがあってな、うん、そこでな、飯田さんとこも、あの飯山さんとこもな、うん、修行してんて。だから基本は同じはずやね、牛肉コロッケ。好きやもんな。あとのコロッケ何が好きなの？ん？奥田のコロッケ何が一番好き？カレーコロッケ。美味しいな、カレーコロッケな。あそこのカレーコロッケ本格的やもんな。あの本格的なね、カレーコロッケが、ね、なかなかないね。あの普通のポテトコロッケにカレー粉が混ぜ込んだやつはあるんですけど、まあ、それに近いんですけど、カレーがより本格的なね、カレーコロッケになってまして、とっても美味しいんです。他には？こっちはもっとこっち寄って。唐揚げもうまいな。だから買いに行こうと思います。前見てな。あとは、うん、前チラチラ見てな。人とか車来おへんな。こうあんまり覚えてへんけど、普通のコロッケも美味しかったはずやな、めっちゃ美味しいよ。めちゃめちゃ、あー、こっちがやれた、チャリンコがすごく多いんでね、気をつけましょう。よし、じゃあここからもうセカスト道路出ますんでね、撮影しながらちょっと危ないんで一回撮影止めますね。じゃあ一旦これで、じゃあね。じゃあね。こっちゃん、奥田のコロッケ到着しました。はい、今ね、さっき注文してきましたよ。はい、何注文しましたか？カレーコロッケと唐揚げ。唐揚げですね、注文してきました。
ぱりですね。ザ・コロッケ国だ。とても美味しいコロッケです。合わへんな、農作の人と。そうやな、もう帰ったんちゃう。いや、ここ買いに行くっていう職人さんが合わない、誰だっけ。岡田さん。岡田さんな。こちらのこの鶏もも唐揚げと、あとカレーコロッケを買いました。今人の唐揚げ上がるのをね、待っているとこです。居酒屋さんのカレーコロッケに近い。あそこのな、あの、不愛想の。このカレーコロッケも絶品やからな、マジで。あれはやっぱり、でも今回高いな。高いけど、まあそらそうやけど、全然もう別のものはめちゃめちゃ美味しい。あ、このカレーコロッケ。楽しみやな。今日の晩ご飯はコロッケです。今揚げてくれてるからちょっと時間かかるけど、この分美味しいので。今6時20分ですから、ちょうど晩ご飯の頃にね、熱々で美味しいのが食べれる予定です。できたて熱々。北海道産男爵、淡路島産の玉ねぎを使っております。そうやな、7時半までしかやってへんねんな。そらそうやな、晩ご飯向けやもんね。お昼ご飯と晩ご飯向けの。なかなか時間が、岡田さんとは会えへんから、会えへんな。何時頃来てんのや、今度聞いてみたら。あの、今日迎えに来てくれはった人やろ、朝7時に来んの。あ、ほんなら会えへん。この近所住んで入るとな、確かな。はい、ちょっと待って、やってきた。そんな。はい、こちゃん、買ってきました。350円でした。カレーコロッケと唐揚げで。これかけとこうかな。これ便利やね。これかけときます。学校から持って帰ったやつやんな、これ。ん？そう、メイウォーク。頑張ってますよ、鍋島先生。鍋島先生、見てくれてんで。ウォーカー頑張っているんですね。ここにコメントくれたし、頑張ってます。またちょっと今から帰りますんで、ここね、坂道です。ここ狭いし危ないので、それ危ないので動画一回止めますんで、また安全なところまで行ったらまた動画回します。この前までここ回廊さんついてたけど、もう反応しない。あ、この下な、ナンバープレートもつけるだろう。で、止めるで、一回止めます。あ、涼しいな、ここ。室外機の風、暑いで。暑い、で、ここ歯医者さんやから、めっちゃあの歯医者の匂いしたわ。はい、というわけでコロッケ買って、あそこの危険地帯を通過しました。あの、歩道、狭い歩道で横、斜めスロープついてるから、な、車椅子とか、こんなウォーカー乗ってる人なんかも、まあ、地獄やな、そうな。早くバリアフリーになってほしいな。あの、感想そうあそこだ。バーバーとかでもチャリンコちょっと怖いって言ってるもん、あそこ。ちょっと古いような設計が。まあまあ、はい、というわけで今歩いて帰っております。ちゃんと歩いてね、座ったらあかんで、立って歩いて。そうそう、ちょっと足痛んてきた。大丈夫か、鍋島先生にかっこいいとこ見せなあかんで。シャキシャキ歩いてますよ、僕。シャキシャキ歩いてますよ。あー、怖い怖いよ。前に見て、前見てみ、前トラック止まってるから、あれをかわすように歩かないといけないよ。ぶつかったらあかんで。ゆっくり、ゆっくりで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 いい。あの、スピードついたら止められへんようになるから、ゆっくりかなんで。こういうな、こちゃん、転がるやつはな、車とかな、転がるやつはな、スピードがついたらもう止まれへんようになるからな、ゆっくりかな。足引きずらんように、つま先前に。そうそうそう、うまいよ。つま先前向けてゆっくり歩いていく。そういえばこの前な、太郎ご当地カレーって調べたな。調べたけど出てこへんかったわ、あの鹿児島のお土産のやつ。他のやつは出てきた。出てきてない。なんか豊橋で買ったカレーせんべい、ぬれカレーせんべいは出てきたかな。ここはお祭りが開催される太陽の広場ですけど、今年もなさそうやな。あの、
ああ、危ない危ない、ぶつかるぶつかる、自分でクリアで、いけるか、いけるか、いけるか、いったー。かずみちゃんとこちょっと出て、終わっただけ。そうやん、あれなんか揉めたらしいで、主催者側と、うん、敵屋さん側と、噂によると。で、かずみちゃんとこだけが出してくれてんけど、他誰も来へんわけで、もうなくなって、あの昔の古い方の太陽の広場の時はな、盆踊りとかあってな、矢倉立ってさ、すごい良かったんで。花火してるって言ってた動画の時の。ああ、そう、あの昔のな。あっつって言われたんだったんですよ。でもあっちがな、もう家だってしもて、こっちの手前方に移転してんけど、結局なんかもう分かへんかったけど。残念よ。ここ花火もしたらあかんしな。花火したら、あとこの家のおっさん文句言ってくるし。花火もしたらあかんし、ボールは掘り出したらいかんし、祭りはせえへんし、寂しいわ。もうあれやん、草刈りもしてへん、雑草ぼうぼうや。何もかにもあかん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 言うた結果はこれやで。まだ前のとこが良かった。前のところはな、だからその太陽の広場の持ち主さんがもう売ってしまって広場を、で家が建ったんや、家が建ったんや、うん、だからもうあそこで祭りできるんや。いけるか、足痛くないか、危ない、あたる、前見て前見て前見て、ぶつかる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 、おお、かわした。右ちょっと痛くて、車来てへんか、右見て左見て、来てないなったら行かなあかんで、行こう。ちょっと疲れてきた。ほんま。じゃあ足こう上のっけで。この。はい、そう。でこれで。痛い？よし。これで押して帰ろうか。あ、これ片手で押す無理や。いけるか。いけるか。いけんもんないな。どうですか。ちょっと手の熱いやろ。どうですか。今日のコロッケ。買いに行く大作戦は成功やな。成功か。最後足痛かったから乗っていく。あ、それもしゃあないだ。久しぶりやもんな、ミニウォークな、メイウォークか、メイウォークな。すがに農作の人に、うん、歩いてって言われて、俺はな、ちょっと歩くの訓練してもらうしか無理やから。いた、もうお家でやるしかない。やれへんかったらどんどん足の力がな弱っていくから、ちょっとだけでも、やらないと。頑張りましょう。じゃあ赤ちゃん、まあお家までね、もう取る、もうちょっと最後までお家まで取ろうか、取ろうか。うんうん、ん、海のやつも、うん、暑いな、うん、どんどん再生回数伸びたな。そうなん、何回ぐらいいたん。海のやつ急にバーンって伸びたな。動いたやつ。ああ、そうなん。あげましたか。ああ、あれな、チャーちゃんと2人で写ってるのがサムネイルのやつな、うん、で最後になっちゃんがパッて写るやつな。そうなの、最後も見てへんかもしれん。なっちゃん最後パン写るの、なっちゃんが最後チラッと写ってたか。そういえば昨日なっちゃんと集まりしたな、したな、花火大会、うん、なあ、可愛かったな、2人で風船持って、うん、な、うん、花火もしたん。でもあれ手持ち花火、手持ち花火したん、二人でした。へえ、また二人仲良 いな。はい、もうすぐお家に到着しますよ。はい、今日は銀さんもオープンしております。
見てるの？はい、お家に着きました。うちのノアです。ん？見えるじゃん。たまにあそこの勝手口のとこから剣見えるじゃん。お、今日はおるなって、ね、お互い思ってんだよな、多分な。はい、到着です。はい、じゃあバックで車庫入れます。はい、おらー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 い、ストーン、そう、はい、到着です。足を下ろしてブレーキして、こけなや。はい、ブレーキして、はい、じゃあこの先ほど買いましたコロッケを持っていただいて、はい、会場行けるかな、会場行けるかなと思って片手会場、よいしょ、はい、よいしょ、まだ撮ってる？まだ撮ってる。お家帰ってくるところまでが遠足です。遠足ではあります。よいしょ、はい、ただいま。コロッケ、はい、これコロッケ買ってきましたよ。はい、それでこちゃん、今日はニューヨークでコロッケを買ってきましたというお話でした。じゃの、じゃのー、アデュー。